ますよ、はい、もう3300年前以上のですね、はい、古いこの占いをね使っていた亀甲文字の、はい、古代文字アーティストさんの、はい、天佑さんをご紹介いたします、はい、どうぞ。こんにちは。いやー、笑顔になってますよ。もうどうしても笑いがなくて、もうどうやっても笑って、もう最高に、どうぞどうぞ、もう口を大きく開けて、ああ、なるほどね、もう最初、印象的にもう、もういつも笑ってるんですよ、もうすばらしい、写真に全部笑ってる、うん、もうまんべんなく、人生を楽しんでるっていうのは、気づいてなかったんですけど、結構笑ってますね、はい、他人の評価するんですから、見てますから、今日もお召し物も素敵ですね、ありがとうございます、これはの祖母の明治時代の、明治時代の香りなんですよ。派手なんです。いや、本当に素敵です。もう地方までとにかく本当に明治時代の着物は明るいですね。特にあの祖母が好きだったんですね、派手なものが。日本橋生まれですので、もうあの長襦袢も単調ずる赤地に白な単調ずるで、もうそれ下着にしちゃうのっていうぐらい、もったいないぐらい素敵なものとかいっぱいあるので。着物そこで何されてるんですか、お子さんって。その着物いっぱい着てらっしゃってると。そうですか、すぐ商売やってましたけど、あの会社を経営してました。だからそうですね、商売ってね、すごいね。というのでちょっとご紹介をしてます。そうですね、古代文字アーティストであり、古代文字アーティスト集団の天佑組の組長であります。組長、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 はい、どうも。はい、どうもです。すごいですよね、古代文字を解読されて、それをお伝えしているという。そうなんです。で、もともとさっきほどおっしゃってたように、3300年前に作られた、あの占いを、亀の骨にこう刻み込んだものなんですね、はい、ちょっとあのガイドがあのこちらにあるので、こんな感じって見ていただけますか。これはあの牛の骨に刻まれた文字なんですが、こういう亀の甲羅とか骨にこう焼くと亀裂がピッて入るんですよ。その亀裂が例えばカタカナの「と」みたいに入ると、これがもう文字ですよね。あ、占いっていう字は、うん、そうやって文字ができてきているそうなんです。で、まあ主に王というのが最高のシャーマンなんです。王って何？占い。王様。なるほど。最高のシャーマンですから、はい、神と一番つながってる人が王になれる。ああ、そう。何社かないですね、グランド。で、あのそうやって、例えば占ってることは国のことが多いですから、あのこと今年は豊作だろうかとか、子供は男の子だろうかとか、そういうことを神様にお伺いすると、その亀裂で男の子が生まれますとかいうふうに王が解読するわけですね。で、結果男の子が生まれるとしますと、一つのあの骨の中に質問答えで実際どうだったって記録になってるんです。すごいんです。でそれが3000年以上の前のものが100年前に見つかったんです。畑の中から出てきた。で、あの甲羅が6万枚ぐらい出てきた。そんな出てきたんですか。で、まあ、100年前から研究が始まったわけなんですね。ですから、その漢字のルーツがどこだったかっていうのがやっと今分かった。それが3000年前の殷という時代の王が作ったんですが、ですが、それまで文字はなかったのだろうかとか、なぜ文字を作ったのだろうかとか、誰が作ったんだろうかみたいな。そう、で、その殷の武帝という王様がいるんですが、その方が作ったっていうのが今一番新説としてこう伝わってるんです。でも、なぜそれまでは口で話せばよかったことが記録をする必要がなぜあったんだろう。謎がいっぱいなんです。もう解決されてない。その中に盗賊っていう謎のものもいて、あのだからそうやって先ほどね、書かれた中にいろんな民族が出てくるんです。中国広いですから。その中に光の族っていう人たちがいて、光の族、はい、光という文字が、じゃあその光の族、光の族、はい、光族っていうのは光、今のライトの光という字なんですけれども、ちょっとお見せすると、よく考えたら宇宙人も目が光ってたりね、そうなんです、なんやかんやね、こういう文字なんです。
まさしく炎が燃えていて、うん、それを守る人が、うん、あの尊虚ってひざまずいている、うん、光あ、はい、そう炎にひまずいてそうなんですか、そう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 、こう持ってるんですかって、ね、でこれは学者 の, あの例えばこの古代文字というのは100年前に発見されましたけど、いろんな大学の先生たちが研究して、まあ、私が最初のきっかけになったのは白川静香という立命館大学の教授なんですが、その方が本と辞書を作ってくださったんです。解読したんです、うん、その辞書によってこれは光を守る聖人であると、で神が依り代として光にやってくる、だからお祭りの時は必ず鏡火を焚きますっていう解説が入ってます。なるほど。でも聖人がずっと火を持ってるとすごく辛いと思いません？辛いですよね。で本当かなってちょっと私たちとしてはもうその昔はそういうそれでまかり通ってましたが、本当なんだろうかっていう人が結構たくさん今出てきてるんですね。いろんな 業界というか、例えばお能をやってらっしゃる方だったり宗教学者だったり皆さんいろいろ説を唱え出したんですが、頭が光るって言ったら、宇宙人ですよね。なるほど、宇宙人の可能性ある。目がこう、いやすごい。そうなんですよ。光ってますもん、ね。で古代の中にはすごくその文字で目がむちゃくちゃ大きいものとかあるんですね。ですからそれをすごいそう解釈するかどうかは個人の勝手なんですけれども、はい、例えば3000年以上前に今いる民族だけで地球が成り立ってたのだろうか。うん、例えばもしかしたら違う星からも人が来てたかもしれないという説だってありえますよね。今だって飛来してるって飛来してますよ、ね、ですよね。だからそういう人たちも交流してたんじゃないかということも考えられるなと最近だった。興味深い。すごいな。でその先ほどねあのお見せしたあの文章の中に光の族が生贄を連れて王のもとにやってきたって書いてある。生贄って、はい、だ要は王様に対していろんな生贄を私たちは捧げるわけなんですが、例えば最初はあの生植物とかお花とか食べ物、それから羊だとか牛とか、その後にねあのシャーマンのような民族がいるんです、強族という、その人たちを生贄に不思議なのはその強族っていう人たちは間引かれてくるんですよ。大きな祭りの時にはそのいっぱい捧げ物をしますよね。だから大きい戦がある時いっぱい捧げ物をする、それに強族っていう山岳民族が捕まえられて連れてかれるんです、家畜のように。それであの式の中でこう待ってるんです、生贄みたいな。すごい。今の感覚でいくと、うん、絶対逃げ出そうとか、そうそうそう、あと人が昨日までこう一緒に生活してきた人がいなくなったら、うん、あれ金太郎さんどうしちゃったってなるんですよ。舐められたみたいな、ないんです、その感覚が。だから今例えば羊とか牛が、うん、あれ昨日までいた牛ちゃんがいない、うんうん、どうしたって思わないじゃないですか、牛同士、うんうんうんまあ、持ってるかもしれないけどそんなに思って探してないですよね。そうと同じ。なるほど。一体それはどういう民族なんだろうとか、うん、不思議がいっぱい出てくる。それはまだ解明されてないわけですね。解明されてないんですよ。これをご覧になってて、あそれはねって分かる方がいたらぜひ天佑の方に連絡いただければと思うんですけど、そうですよ、ねはい、もしかしたら知ってる方いらっしゃるかもしれないですよね。連絡先あの人にね、天佑はもう全部色々研究してるとか。もともと私はこう古代文字の文字と出会うまでは、うんうんうん、シスターになりたかった時期とか、聖少女として聖少女、はい、もう北海道のトラピスチニスに行くのが小学校の頃の憧れだったんです。みんなからそう思われてたんですが、まあ、なんかがあってアナウンサーになり、でアナウンサーどこのアナウンサーですか？どこの NHK とかいろんな、すごいな、すごいな、すごいじゃないですか。今日はでも共通してるんですよ、す迷える子羊を救いたいっていう迷える子羊を救いたい
みんな迷ってますから。みんなも買うんだ、迷ってる人たちですからね。あの放送を通して電波を通して救えたらいいなと思ってたんですけど、甘くて、やっぱりそういうもんじゃないなという。でもラジオとかテレビとか、あのいろんな企画の司会とかってやりながら、この古代文字と出会ってしまって、そうするとこの中には本当に素敵な人を救う文字があるんですね。え、何ですか救う文字。例えばですね、金太郎さんの田という太いという字があるじゃないですか。ちょっとこれ、ああじゃあね、あ、ごめんなさいね、はいはい、マジックがあります。あ、マジックありますね、はい、はい、ちょっとあの段取りと全然違う展開になるんですよ。無茶振りですね、全然無茶振り、無茶振り、全然いいんです。太いという字、台の中に点がついておりますね。どういう意味でしょうかね。これは元は安泰の泰という字、安という字、安い、はい、安泰の泰という字と同じ意味なんです。え、これなんですか。え、なんで全然違うじゃないですか。違うでしょ。これはですね、古代文字で書きますと、実は神の手が溺れる人を救うという、神の手、はい、指三本なんですけど、これ手なんです。指があって、指があって、これ神様の手が、ここの部分なんです。上の、三本線が水の流れの中に溺れている人を救い上げて、それが安らかと、水で溺れている人、そうなんです、でこれが金太郎さんの田という字に入って、でも人助けしてますもんね。いや、人助けというか人のために勝手に動いてるんですよ。だからそうなんだなっていうふうに思ったんですけど、普段はこんなね、はい、大きい豆腐で、でそれでこういうもので3メーターとか5メーターとかで、あのちょうど震災があって2011年にあのニューヨークのジャパンデーにゲストで呼んでいただいて、あそこのセントラルパークのラムゼーっていうすごい大きいステージがあるんですけど、そこに3メーター四方の大きいボードを作られて、じゃあここに書いてくださいみたいなこと でその時にあの絆とかそういうようなあの皆さんとつながってるっていうものをこう全身で書かせていただいたんですね。で海外のすごいところは、何か一人の人が日本から来てやりましたっていうと、現地にいる日本人がものすごく応援してくださったり、まあ、あのニューヨークに限らずなんですけれども、あのフランス行ってもアメリカ行ってもどこの国行ってもみんな日本人が応援してくださって、すごいなと思うんですね。だから日本の絆ってやっぱり私結構好きじゃないですか、お互いのこと。で、あのやんなくてもいいのにおせっかいしたりとかね、やる、なんかそういう血がある民族なんだなって思うんですけれども、まあ、そのおかげでいろんな国でやらせていただいたんですけど、何か今私が一生懸命こう伝えて人との絆っていうのは日本に大切なものなんじゃないかと、逆に震災後ですね、震災後、それまではやっぱり自分が海外出て何かしたいっていう欲もあったんですが、そんな問題じゃないなっていうことで、それで日本で今子どもたちとか、それからまあ天佑組っていうのを作って、そういうメンバーを増やしているところなんです。で、あのまあ毎月第2あの日曜日月2回日暮里の天王寺というお寺の100畳ぐらいある、お寺で、はい、100畳ぐらいあるお寺なんですけれども、そういうところで、はい、あのワークショップもやっておりますので、行きましょう、ぜひやりたいですね。あのこういう筆で全身で描くんですね。そうするとこの手先の筆で描くとうまく描こうとするんですけれども、全身だと何も紙の上に乗った時に宇宙の広さがわからないんですよ、後ろまでの。だから思いっきり一本線を引くところから入るんです。一本線にはうまさもないわけなので、その人の今日の日記みたいなものなんですけど、そうやってまず筆と墨と全てのものにこう馴染んでいただくっていう体験を通して、あの皆さんに楽しんでいただける、そんな会をやっております。素晴らしいですね。もうそこではこうやって古代文字ってこんなものよって簡単に質問しましたよね。例えばこれ人という字です、はい、人が一人で立っています。人一人で立っているんですね、はい、僕は人は支え合うか人ってこうなった学校では、ね、こう人は支え合うか、古代文字が見つかる前までの説があるんですね。1000年より前
なんですね。はい、これは女、はい、女の人がちょっと腰をかがめて、はい、手を合わせてこうちょっと色っぽく腰をちょっとやってみて。こんな感じですか？そう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 、似てる、こんな感じですか？似てるじゃない。ここが丸くなってる。そうなんです。これが女っていう字なんですよ。こうしてみると、あ、本当だ。で、この女の人が子供を産みました。はい、おっぱいができました。これおっぱいなんですか？あ、なるほど、おっぱい。そうだ、だから古代のね、生活がそのまま文字になっています。はい、そして目、これも目なんですよ。目という字です。で、目というのは呪力があったんですね。昔の、あの戦い、戦争の時は、はい、まず最前列に巫女が目の周り赤く縁取って、眼力で、そう、初めて、すごいんです。死んじゃうの、本当に。本当すごいな。で、バタバタ兵士が倒れていくっていう、そういう、すごい。すごい。すごいな、眼力。で、こういう目とか鼻とかあるんですが、この目、体の部分の下に、さっきの人がつくんです。体が。そうすると動詞になって。見る、うん、見るってなんですね。目は名詞でしょ、名詞でしょ、はい、これに動詞で体がつく。こうやって文字はできてきたんです。すごいな。こうやって探っていくと本当にね、面白いですね。楽しいんですけれども、私が大好きな字、最後にこれは音という字なんです。音、はい、音、なんでこれ音なんですか？これはね、はい、器の中に針が刺さってるんです。これ大きい芯という、辛いという字あるんですよね。芯という字がこの丸い大きな器に刺さってるんです。器に、はいはい、はい、で、この器の中に神様が、天が入るといらっしゃる。音という字の火って書きますよね。あの火の点がこれなんですね。天が入る、神の入ってますね。今このお祈りを入れてる器なんです。この丸いのが、お祈り全部に使ったんですね。お祈りに入れ、あの、自分がこうしたいですとか、私はこうしますとか、こうなりたいですっていうお祈りを入れた器の中に、今神様が訪れた、訪れた。なるほど、音じゃなく訪れたから音。なるほど。音っていうのはこういう音ではなく、古代は気配。あ、すごい。いや、勉強しましたね。すごい。文字が。勉強したいですね。いや、勉強したいですね、皆さん。いや、あの、日暮里ですか？日暮里。はい、なんかこの2つでチケットがありますので。ぜひ行ってください。はい。あの、こちらのね、漆喰で今度は作品を作ってみました。はい、で、あの、要は私は今伝統工芸の皆さんの精神とか技術を教わって作品を作って、日本のオリジナルを生み出しているところですので、今回初めて漆喰となります。今最中なんですけれども、3月30日から4月8日まで、白金台、八芳園のそばの東京明暗クラブギャラリーというところで展覧会をやります。ぜひいらしてください。あ、出かけるんですか？やりましょうか。やりたいですね。やりましょう。じゃあ、それをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。って書いてありましたよね。そう、要は漆喰って空気をきれいにするんですよ、はい、壁土は。ですから、それを飾っておくと、お部屋の空気もきれいになるし、なるほど、そして心もきれいになる。なるほど。商品の方、ぜひご参加を。はい、ご質問ありがとうございました。ありがとうございました。いや、素晴らしかった。いや、ね、勉強したことないことね、すごいな。すごいですね。いや、どうぞ。はい、ありがとうございました。はい、これなんですか？